はい、おはようございます、ギリシャを離れて3カ国目に着きました。ここはですね、ルーマニアです。ルーマニアの今クルジーナポカっていう街に来ました。あのね、まずね、ギリシャと全然違うのはね、寒い。めちゃくちゃじゃないけど、まあ寒い。あとはね、めっちゃトイレ行きたいんだけど、トイレがね、有料なんだよね。なんか公共のトイレは有料っぽくて、まだお金両替してないから、早く両替しないとトイレ行けないんですけど、もう両替2カ所ぐらい行ったんだけど、なんか日本円は変えてくれないらしくって銀行に行けって言われた今銀行行ったんだけど、銀行まだ開いてない今朝の8時ぐらいなんだけど、9時になったら開くらしくて、9時まで待たなきゃいけないんだけど、トイレに行きたいけど、お金がない。お金がないから両替したいけど、日本円交換してくれない。日本円交換してくれないから銀行行かなきゃいけないけど、銀行開いてない。だからトイレに行けないという状況にあります。2つ行きました。円をもらってもらえませんでした、その後もう1店舗行きました、時間が20分かかると言われて、電車に間に合わないので交換できませんでしたトイレに行けないまま電車に乗ります、今日はこれからちょっと電車に乗って、他の町に、行きたいと思います。ちょっと世界遺産を見に行きたいと思います。シギショアラという町に来ました。電車に乗ること5時間かかりました。18切符で鍛えといてよかった。結局トイレは電車の中にあったんですけど、めっちゃ汚かったでも電車の旅めっちゃ良かった。景色が良かったです。あとは暖房も効いてて、あと電車が揺れてるから結構寝られた。ちょっととりあえずホテルにチェックインして、2日ぶりにシャワーを浴びてこよう。はい、ホテルにチェックインして、シャワーを浴びたりして一段落しました。いやー、やっと落ち着いたね。まあ、シンガポール行ってから、まあ、結構バタバタしてて、あんまり寝てなくって、ここ2日は、まあ、夜飛行機乗ってて宿も取ってなかったので、シャワーも浴びてなくて、まあ、結構疲れましたね。で、今はまだ3時、午後の3時ぐらいで、最高だよね。3時にもうホテルに入ってゆっくりできるっていうのはめちゃくちゃ嬉しい。喋りたいこといっぱいあるわ。海外旅行とかね、来るといろいろありますね。まあ、もちろんトラブルもいっぱいあるし、あの感動することとかすごい楽しいこととかで、なんかね、こう小さいことでもすごく、まあ、感動するようなことっていうのも結構あって、なんかさっきもここのホテル、なんか家族で経営してるみたいなんだけど、娘さんが部屋まで案内してくれて、本当小学生ぐらいの子なんだけど、で多分お母さんとお父さんはあんまり英語ができないんだけど、でもその女の子はちょっとできるみたいで、なんか英語の説明を頑張ってしてくれて、あと俺がした質問とかにもこう頑張って答えてくれるような感じで、なんかもうそういうのを見てるだけで、あの心がすごく温まる感じがします。だしめっちゃ励まされます。まあ、そんなことがね、もう山ほどあるわけですよ、旅行してると。とりあえず今日はこれからちょっとこの、
シギショアラの町を散歩しに行きたいと思います。この町並みがね、世界遺産になってるらしいので、ちょっと見に行きたいと思います。